皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はマインクラフトストーリーモードの実況プレイをしていきたいと思います。わあ、コウモリだ。ただのコウモリだって。みんなも来いよって言ってるんですね。大胆ですね。まあこっからがこっからが脱出劇ですね。あ、やっぱり左腕が痛むんですね。なんかなぜかあの鎧の騎士はあのなぜか鎧の騎士はちょっとあの左なんであの腕だなんでレンギスだけつけてレンギスでいいのかな、だけつけてないんでしょうかね。まあいいや。でここから進めていくことになるんですね。おこっからあのまああの洞窟探脱出編ですかね。ここからやっぱエンダーとかそういうのも出るんでしょうかね。なんでしょうかねこの先は。お溶岩、なんか妙な回廊になってますね。わお、なんか見よ、行き止まりだって。うわうわ、嫌なやつが出てきた。わあわあ、やばいですねこれは。果たしてどうするんでしょうかね。なんか製鉄所かなんかですかねここは。まあよくわからないですけど。うわゾンビ。マジか、ここでゾンビ出るか。まあとりあえずここを歩いて、なるほど、いい間だ。とりあえずあのあれ、なんでうわっ、マジか。こああなるほど、ここに逃げ道があるんですね。なるほど。これでよし。お水が、えあ最悪。どうなる、落ちた。あー結構落ちた。こうなる運命だったのか。いまさか水が流れてくるとは思いませんでしたね。取りに行くと言ってるんですね。お、これでエンディング？え、早くね？わっ、ゾンビが恐ろしすぎる。で、ここで、で、R セット。あ、なんで？マインクラフト、まあ、第3章の始まりってことですかね、これは。それとも第3章の終わりでしょうかね。なんか最近章が終わるの早くない？第3章まだ始まったばかりだけどね。で、ここで R セット、あ、こうか。生身で、まさかの生身で。わあ、ちょっと、おい、しゃべねえ。なんかとんでもないことになってますね。まさかあの、わ、弓を使う。大丈夫か。こうか。よし、オッケー。かわした。おとりになっている隙に、あんたのやつなんて当たらないわよって。
で、これで、なるほど、オープニング越しのあれですね。とりあえず今回はこの辺で、マインクラフトストーリーモードの実況プレイを終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、および SNS での拡散をよろしくお願いします。